目の不自由な人たちが使う文字、点字についての授業が大仙市の小学校で開かれました。子どもたちは触れる機会の少なかった点字を見て触れて実際打つことで理解を深めました。大仙市の横堀小学校では4年生の総合学習の時間に副詩を学んでいます。県立点字図書館でボランティアを務める石山美幸さんと奈良美佐子さんを招き、点字について学びました。こちらは点字図書館で貸し出している点字の本です。まず実際の書籍に触れて点字を体験してもらいました。6つの点の凹凸だけでひらがなや数字、アルファベットなどを表現する点字。例えば、あいうえおは一文字ずつこのように表現します。文字を点字に翻訳する点訳にも挑戦しました。右から左へ向かって打っていきます。左から右じゃないんです。右から打ちます。なぜなら打つときひっくり返して見るので。裏から打つ、ひっくり返すと今度は左から読めるようになります。なので、説明を受け、早速点字を打つ器具を使って自分の名刺を作りました。紙の裏から小さな凹凸を作っていきます。5にならなきゃいけなくない？1個足りなくないかな。あ、5がない。よぼりしゅんね。よし、出してください。点字はなんか難しいけど、なんかやってみれば楽しいなって思いました。文字が全部わかるまで結構時間がかかると聞いたので、多分私はもう1年経っても絶対読めないと思う。そう、訓練しなきゃ読めないよね。子どもたちは点字を通して思いやりの気持ちを学びました。